はい、あるです。今回ですね、基礎スキー2級のですね、アドバイスいただいてありがとうございました。はい、今回ですね、動画をね、アップして、で、皆さんに、ご指導を求めたのは、ちょっとですね、なんていうかな、誰もが共通して言ってることが、を探したかったんですよ。僕その10回か11回2級ですね、もう過去15年間ぐらい落ちていまして、1回も受かってないんですね、スキーの SAG のバッジですと。でなんかね、そのたんびにその、まあ、先生にも指導をいただいたり、その指導員の方に指導をいただいたりね、教室入ったり、でその、まあ、その試験を受けた後に検定員とかに聞くじゃないですか。でそのためにね、その言うことがね、ちょっとね、少しずつ違うんですよ。例えばその、ABC ってやったら、A だと合格しますよって言われたとするじゃないですか。そして、その次の違う日にさ、A の滑りをすると、B じゃないといかん、この A の滑りはいけないとか、まあそういう感じを、印象をずっと受けてて、で、その、もうその、なんていうかな、まあその、もちろんね、ばらつきは当然あると思うんですよ。まあ、それをね、ないっていう人もいるんだろうけど、僕はあると思ってるんですよ、バレツキがね、基礎スキーだから。タイムじゃないですか、じゃないじゃないですか。この何秒までにゴールまでたどり着いたら合格、それより遅かったら不合格とか、そんなんじゃないでしょ。基礎スキー、安全に滑ることがっていう感じじゃないですか。ちょっとファジーですよね。だから、まあ、その、ファジーは、まあ、それでいいんだけど、まあ、基礎スキーっていう、その、なんていうかな、その、2級合格するためのカメラグラグラすみませんね。ノーカットできますね。カミカミでごめんなさい。滑り。もうその、みんながばらついてもいいんだけど、みんなが共通して言ってることは何かないかなって思って、今回ね、動画をアップして、で、皆さんに聞いたんですよ。で、誰に聞いたかというと、まずね、その、指導員の、検定員の持ってる人がいるんだけど、その人にも聞きました。LINE で聞きました。で、あとは YouTube でもちろん皆さんにご視聴いただきました。ありがとうございました。で、あとね、知恵袋、Yahoo の知恵袋って知ってますかね。質問して答えが返ってくるってやつ。その質問に、その僕の困りとお回りの動画ね、わしがたけで撮った試験の、あれも YouTube、知恵袋で見ていただいて、で、回答いただきました。でね、で今回、まあそのま、もちろんばらつきはありますけど、その中でも、統一してたのが、まずね、やっぱりね、内藤って言われましたね。その、こう、斜面があったら、こうなってた方がいいですよね。これが上半身で。でも、こうなってるんですよね、僕は。そういうことですよね。で、これが外形ですね。で、上半身がこっち向いてるのが外向形ですよね。外向形がなってないってことですよね。違うかな。そうですよね。だから内藤っていうのは皆さん言っていただきましたね。あとは、切り替えの時踏み替えてる。あるいは主点になってる。あるいはハの字になってるっていう言い方をいただいて、まあ、結局スムーズじゃないってことですよね。切り替えがね。パラレルターンとは言い難いという言い方も言われました。だからつまり、ポジショニングが悪いんでしょうね。あと、後傾っていう方もいたし、前傾型っていう方もいたんで、ということはもう、後ろになったり前になったりしてるってことですね。ポジショニングが悪いんですよね、多分。で、まあ全体的に後ろだと思うんですよ、僕。癖で。直そうとしてるんだけど、それはね。あとは、ですね、その外交系の練習したんだけど、やっぱり内藤になっちゃってるんですよね。内藤が気持ちいいからですよね、結局は。あとポジショニングが悪いっていうことと、まあ、それが全体的の、ちょっとカメラをちょっと地面に置くね。ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、メモがあるんですよ。ですね、はい、ごめんなさい。カメラここか。カメラこっち。ちょっと待ってね。ノーカットでいくね。ノーカットで、ノーカットでごめんなさいね。
先生に言われたのが、大回りは内藤と言われて、遠心力で、あ、そう、遠心力で結核的に倒れるのはいいけど、最初から倒しているって言われたんですよ。うん、それがちょっと意味わからなくて、いや、意味わかるよ。最初から倒してるのがダメ。でも、倒すことができるってことは、遠心力がついてんじゃん。ダメなのかな。で、あとね、上下運動が足りないってね、言っていただいた人も、知恵袋だったかな。上下運動が足りない。で、一方で、上下運動が目立つからダメって言われたこともありました。だからこれね、これはね、大回りに関してはね、どっちかわからないんですよ。どっちもできますよ、僕。うん、この日は、大回り、上下運動誇張したんですよ。そう。パッと切り替えれますよ、もちろん。でも、その2級の滑りしなきゃいけないのかなと思って、いや、それをやめたんですよ。パッと切り替える。その、パッと切り替えって言っても、やったことあります。うん。切って、低くしてね、姿勢を。それで65点出たんだけど、ちょっと、上下運動に関してはちょっと分からないですね。統一されてないですね。皆さん言うことが。あと、小回りが板に外に出すぎ。あ、そう、うん。これ、わしがたきの検定に言われたんだけど、小回りで、が、外、板が外に出すぎ。外っていうのは横ですね。うん。うん。それじゃあ、ちゃんと板に乗れないって言われたんですけど、まあ、別に乗れてるけどね。乗れてるけど、乗れてないっていう乗れないっていう理論が成り立つからダメっていうことでしょうね。まあまあ、そうです。そうそうそう。あと、ローテンションですね。これも結構言われましたね。ローテンション。つまり外交になってないってことでしょ。うん。外交を意識しなきゃいけないってことですよね。ね、ソニー。ね、ソニー。君も滑りますか？うん。そう。だから、外交と、まあ、外交系ですよね。まとめると。違うんですかね。外交系をちゃんと意識して、で、外足にしっかり乗ると。で、あとは、もう上下運動がちょっと、うん。で、知恵袋で言われた方は、内藤、うん、内藤になってる。切り替えがシステムになってる。うん。大回り、外足に乗れてない。小回り、外足に乗れてない。小回り、大回りも後傾。小回り、ストックをちゃんとつくこと。ついてるつもりだけど、いや、その先っぽが雪についてなかったかもしれないですね。小回りがローテーションになってる。小回り、自分から切っていこう、ずらしていこう。だから自分から切っていこう、ずらしていこうっていう意識するんじゃなくて、まあ自然に回るのが、だからその鷲ヶ岳の先生という検定員かにも言われてたんだけど、旋回、まあこれですよね。こうやって、最近覚えたんですよ、これ。で、さらに、アイスバーンの急斜面ですごく有効だなと思って、ただね、そのポジショニングが悪いっていうか、その操作がまだ未熟だもんで、このギュンってやった時にさ、このトップがすごいバーンってこっちに来るっていうこともあって、反動がありすぎたり、反動がなさすぎたり、それは操作が慣れてないっていうことと、ポジショニングが悪いんでしょうね、多分。あと、お友達のその上級者の方がいるんだけど、この時にね、後ろ後傾になってるから次のターンにつなげれないんだっていうもんで、もうちょっと前傾にしようかなと思ったんですけど、その前傾の具合もさ、まあ大げさになっちゃったりとかもいろいろ、まあ要はその、うん、だからあと練習方法もね、いろいろご指導いただいたんで、まあ明日からね、明日1日目はスキーにしようかな、2日目がボードで、で、まあ、このチャンネル、高スノーパークとダイナランドとスキーとスノーボードのチャンネルなんで、練習していくんだけど、そのスキーはね、あと3週間後ぐらいにまた、検定ね、取ろうかなっていうふうに思ってます。で、ボードがね、再来週ぐらいに、バッチテスト2級取っていこうかなと思います。まあ、3級ね、2回落ちてるんですよ、ボードね。じゃあまた3級にしやいいじゃんって思うんだけど、その滑らされるとこが場所が嫌なんですよ。超緩斜面で子供がいっぱいおってしゃがみ込んでる人がいっぱいおるから、それが嫌で2級にします。まあ2級落ちるに決まってるけど、まあそこでね、課題とかね、いただければなというふうに思ってるんで、うん、ということで、また高須ではその不合格になるし、高須ではね、どうせ、うん、だからそのあと鷲ヶ岳にします。
なんでかというとビデオ撮ってくれるからみんなにご指導いただけるからっていうのが足がたりで撮りたいなという理由です、うん、そうスキー屋にとってはそんなに楽しいそのスキー場じゃないけどね、うん、そのボーダーにとっては楽しいよねあそこね、うん、あのキッカーもあるしあとグラトリ夜間のグラトリがいいですねあそこね、うん、そう温泉もあるしね、うん、ということで、急斜面と緩斜面しかないじゃんあそこ中斜面がほとんどないんだもん、うん、コブがほとんどないしさということで、今後ともよろしくお願いします、はい、またビデオ撮りますんでボードもねボードのビデオも足形で、ね、撮ってもらってまたアップしますんで、はい、ここがダメあそこが、ダメだとか、うん、こうした方がいいとか、ご指導ください、はい、スキーもね、スキーは2月になるかな1月中にボードの試験取るかなどうしようかなちょっと考え中です、はい、まあ明日からね同日月また滑っていきますんでよろしくチャンネル登録よろしくお願いしますこの R の挑戦と R とこのこいつソニンって言いますはいもうアップしたと思うけどチャラコっていうねサブキャラもいますん でこいつはソニンですサブキャラもよろしくお願いしますはいじゃあ明日からまたよろしくお願いしますはいあソニンスイッチ切れないよソニンスイッチ切ってスイッチ君がスイッチを